1990年コルベットのラインナップに GR1 という名のスペシャルパフォーマンスパッケージが加わった GR1 とはオプションコードがそのまま社名に転用されたものでそのルーツは1970年から3年間だけ存在したレースカーパッケージである GR1 を構成するパーツは サスペンンションやホイール、さらにはボディーパーツなど多岐にわたっていたがその中核というべき存在はエンジンだコード名は LT5。ボアストロークこそこの時代のコルベットの標準エンジンである L98 と同じ350キュービックインチだったがそのシリンダーブロックは アルミ合金製でシリンダーヘッドに至ってはシボレーとロータスの共同開発による DOHC4 バルブとなっていたコルベットと DOHC4 バルブの関係は初代 GS においてその採用が検討されたとも言われているが実際に設定されたのはこれが初めて。 最新の燃焼理論を導入した DOHC ヘッドによるパワーアップは著しくスタンダードの250馬力に対して LT5 は380馬力を絞り出していたコルベット GR1 はスペシャルパフォーマンスパッケージの名の通り極めて高価でかつ限定された供給体制で 製造された LT5 のシリンダーブロックを鋳造していたのは車外メーカーカエンジンの組み立ても熟練職人による手作業だったコルベットクーペの車両本体価格は3万2,000ドル弱だったが g r 1のオプション価格はプラス2万7,000ドル余り。この価格は 翌年には3万1000ドルに跳ね上がったすなわちスタンダードコルベットの2倍の価格だったというわけであるしかしシボレーにとって GR1 はこれだけ大胆なプライスをつけても赤字ギリギリだったと言われている